さあ始まりましたラグビーワールドカップ2019決勝戦、初優勝はどちらのチームに。おっと、ここで子供がフィールド内に入ってきてしまった。プレーは一旦中断されますが、選手たちは子供にボールを渡してあげてますね。子供にトライをさせてあげるんでしょうか。タックルをするふりをしていますね。サービス精神旺盛で素晴らしい選手たちです。さああと5メートルです。このままトライをする。おーっと、ここで子供に両手がタックルです。ボールを運ぶことは許しても、トライは絶対に許さない鉄壁のディフェンスです。さあ、こちらフルマラソン残り200メートルのところまで来ています。かつてこれまでこんなデッドヒートが歴史上あったでしょうか。神はなぜこの時代にこの3人を生んでしまったのか。うおーっと、ここでこれまで先頭を走ってきたケイタ選手が足を負傷して動けません。それに気づいた2名の選手がケイタ選手の元に駆け寄ります。なんて素晴らしい選手たちなんでしょう。これぞスポーツマンシップの鏡です。感動以外の言葉が見つかりません。さあ、ゴールまであともう少し。うおーっと、ここでケイタ選手、助けてくれた2人の選手を倒してしまった。そしてそのまま1位でゴールしてしまった。勝つためには手段を選ばない、これがスポーツの厳しい世界です。さあ、こちらは世界テニスの王子様決定戦が始まりました。さあ、世界ランキング30年連続第1位のケイタ選手のサーブから始まりました。そして50年連続第2位のダイ選手が打ち返す。さあ、一体どちらがテニスの王子様になるのか。おっと、ここでダイ選手が足をひねって倒れてしまった。おっと、ここでダイ選手を心配してケイタ選手が駆け寄っていく。トウモリでダイ選手に蹴りをかましてラケットで殴打しています。そしてダイ選手に早く試合をやるぞと言わんばかりに無理やり立たせています。そこまでしてテニスの王子様になりたいのか。ケイタ、お前は下道だ。さあ、こちらでは弱そうな2人がボクシングの試合をしています。ただじゃれ合ってるようにしか見えません。一体私たちは何を見せられているんでしょうか。こんなしょぼい試合に果たしてレフェリーは必要だったのでしょうか。おっと、ここで大選手の指がタッカ選手の目に入ってしまった模様です。この試合が初めてのレフェリーのケイタは何をしていいか分からずあたふたしている。それに激怒したタッカ選手、レフェリーを投げて試合終了。悲しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど、どちらかと2位取ってきた。あー、まだ、はいはい、渡す。タッケット、ノーパン、んノーパン、なんでだった。いや、なんでだった。いや、ケツが。リュフォーもらった。いくよ。危ねえ危ねえ危ねえ。さあ、サンバー。